運んできました。ストークでーす。ゆっかり30キリとかするけね、やばいよね。しのすけくん、しのすけくん、助けてくれ、しのすけくん。配信もランクしてる人少なくて、確かに。おお、誰か呼んでる。誰、俺呼んでるわ。目を覚ましたか、しのすけ。君呼んだのこの私だ。おお、アクション仮面だ。そう、私はアクション仮面だ。今ブラックメキメケ団に捕らえている。ここで私が捕まるわけにはいかない。しのすけくん、この私を助けに来てくれないか。俺らがアクション仮面を助けるか。でも俺はどうやって助ければいいかわからない。なに、簡単なことだよ。私が捕らえられたアクションパーツを探してきてくれればいいんだ。アクションパーツは一個ずつカードにされて隠されている。それを見つけてから出口を目指すんだ。ほうほう。でも今日は眠いから、また明日ね。おやすみなさい。おい、眠るな。地球を救うのは君だけなんだ。ゆかりのバグ意図的にするのは難しい。あー、どうかね。でも練習したらできると思うよ。ただ出とるときは火力やばいけど、本当にそのお昼見たときは30キルとか出とったし、ダメージ15万とかやばーって。どうせね、技は出せるけど。ああ、指定方向まで回復あったっけ。あ、ないな。もうあ、やば。まあ、上手い人は使うんすよ。え、なに？ちなみにガンダムウィングのリーニアの声の人、今の1個前のしんちゃん。あ、マジで？矢島さん？今しんちゃん誰だったっけ？名前が思い出せん。カードあった。天使カード、よっしゃ、天使カード。危ね。出口に行って天使カードをなるべく取っておきたい。ダメだ、そう、左がね、降りんねやけんな。一旦よし、オッケー。スタンダードメモリーズだったっけ。あの、何だったっけ、ガトー出てくるやつかね。試作機1号2号とトニーのアクションドリンク持ってきたよ。よく来たね、しんちゃん。お前はブラックメケメケ団。風間くんの声の人、マジで。私はブラックメケメケ団戦闘員。我々はブラックメケメケ団は。ねえねえ、戦闘員のおじさん、ほら忙しいからもう行くね。じゃあね、待っておくれよ。ちゃんと最後まで話を聞いておくれって話してなかったわ。スタンダードメモリーはね、私見たことないんだよね。知っとるよ、ガトーの。ソロモンよ、私は帰っ、ついついて。もうカード消費する。きつい、きつい、きつい、きつい。落ちてくる。やっぱ落ちてきた、ね、あー、マジか。いや、ガートかっこいいんだけどね。どうもね、あの、戦うに使うのはね、試作機や2号機は重すぎる。これ、すっきりんか。無理だな。白何の効果なんだろう。なんかね、あの、ガービラテトラどの人やろ。誰だったっけ、名前が思い出せん。何回ね、あの人誰だったっけ、なんて名前だったっけ。おるね、女性の人。
シーマカラハウ、シーマさんやん。ガービラテトラ好きなんだよね、期待的には。あ、期待的には大好きなんだけど。やば、あ、やばい。あぶねえ、天使カード手に入れた。あの人何歳なん？結構中年な女性な感じがするんだけど。中年の策略家の女性。2期アップせん、やっぱり。しんちゃん、しんちゃん。おお、誰かオロを呼んでる。おい、誰が呼んでるの？声が大きいよ、しんちゃん。もう少し小さな声で喋って。お、戦闘員の人だ。オラを誘っても、身代金は1円も出ないぞ。違う違う、そんなことしないから話を聞いておくれよ。面白い話なら聞いてもいいよ。しんちゃん、アクション仮面のところに連れてってあげようと思うんだけど。ほほう。じゃあお言葉に甘えて連れてってもらうか。そうか、じゃあ連れて行ってあげよう。でも先生が知らない人についていっちゃダメだよって言ってたから、やっぱやめとくね。じゃあ35歳。 あ、またこのステージにバグっとるわ。噴水がある系かな。そういうステージバグるんだね。なるほど。ここ登れる？ちなみにガトー25歳。わけえ、ガトーあれで25歳なの。もっと年いってると思うね、普通に。天使カード、やったー。天使カードでかい、天使はでかい。ガトー、主人公何歳なのそれ言ったら。やば、ガト25歳とか。あ、カードがある。アクションブーツ。あ、出口下なんだ。この右になんかある。何もないな。あれ誰だったっけな、主人公名前が思い出せん。あ、コウウラキだったっけ、確か。コウウラキ19歳、若っ。あれ、あ、入った入った、若っ。そうね、私ね、昔のガンダムで言ったら、ね、こらこら、子供がこんなとこで遊んじゃいけません。こらこら、大人がこんなとこで遊んじゃいけませんよ。俺はブラックメキメキ団の関係者だからいいの。俺だってひまわり組の関係者だぞ。ひまわり組ひまわり組ってこったら怖えな。ブラックメキメキ団の基地なんだから、子供が入って遊ぶところじゃないんだ。ほうほう、ここが基地なのか。分かったかい。さあ、子供が帰って帰った。ほら、アクション仮面に頼まれたものを届けに行くんで急いでるから。じゃあ何、アクションカメラ仲間だったのか。待て、待つんだ。ほい。あー、これ給食のやつか。お当番の人誰、早く言ってよね。ほら、お腹がペコペコだ。何言ってんの、忘れちゃったの。あなたが当番でしょ。ほら、風間くん、早く言ってきなさいって言ってるよ。あったよ、あんたに言ってるのよ。風間くんたちはもうとっくに言ってるわよ。知らない。お当番3人で給食を運ぶゲームです。しんちゃん、風間くんとマサオくんに間挟まれて給食を運びます。 A でうまくボタンを見事に、なるほど。
A 押せばいいってことね。シャギアも19歳マジで若っ。あとヘビーアームズもかっこいいね。違う、あ、ミスった。え、マジでシャギアの声野原ひろしなの。やば、壊れちゃった。かぶしたこと内緒にしよっかね。うわ、やべえ。